シカゴはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の34番艦。艦名はイリノイ州シカゴにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはボルチモア90巡洋艦14番艦以来4隻目。シカゴの建造は1981年8月13日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1 9 8三年一月五日に 帰港した。1984年10月13日に、ビッキアン・ペーズリー夫人によって、命名、浸水し、1986年10月27日に、艦長、ロバート・エイブリー・中佐の指揮下収益した。1996年の初めにシカゴは、RQ-1 プレデター無人偵察機を遠隔操縦するのに成功した。 R9-1 は6000メートルの高度に達し、潜水艦から185キロメートルの距離まで到達した。シカゴは潜望鏡深度から R9-1 を操縦した。2005年の夏にシカゴは仮想潜望鏡をテストした。セール上部に装着された小型カメラは水面をレンズとして光を集め、下方に屈折させる。 高速信号処理ソフトウェアがその光を分析して、表面上にある物体の像を再構成する。船を識別することはできないが、水上に物体が存在するのを知ることができ、水上30メートルの高さの物体が1600メートルの距離にあるのを確認できる。十分な光がある場合、カメラは30から60メートルの水深で物体を確認することができる。ありがとうございます。